はい、ここからはですね、特集ということで、浦和がファーストステージで優勝するための、4つのポイント、はい、ごめんなさい、4つのポイントですということでお届けしてい、きたいんですが、現在浦和は成績が3勝、2分けの1位と、はい、まあ、FC 東京と同率ということなんですが、首位を、5節終えた時点で一応、まあ、まだ5節ですけどね、まあ、そうですね、一応でも首位と、はい、しかもですね、あれですよね、ずっと1位なんですよね、浦和は。そうですね、はい、まあ、第1節で 3-1 で勝ったっていうのもあるんですけども、うん、その翌節も、勝利した、というのもあり、ずっと、首位キープ、はい、首位キープと、いうことになっていますが、まあ、コメントでも来てますように、終盤失速するんじゃないのとかっていう、そういう、まあ、意見も当然出てきますよね、はい、でも、まあ、それでも、まあ、今首位につけていて、はい、このまま優勝するためには、はい、この4つのポイントが重要であるということを、ちょっと関口さんに、はい、今日は、挙げてもらったということで、はい、一つ一つじゃあ上げていってもらいましょうか。じゃあ、そうだ、せっかくだから、ホワイトボードに書いていきましょうか。すみません、事前に準備しとけって話ですね。そうですね、はい、ホワイトボードに、じゃあ、関口さんの4つのポイント、1個ずつ書いていきたいと思います。じゃあ、まず1つ目、はい、いいですか。はい。今年の浦和に関して、皆さんね、なんかこういうこと聞きたいっていう、あ、阿部の怪我がなければいけるっていうのを聞いていますね。なるほど、そういう意見も、石原選手の離脱とかもあるんですよね、その辺はかなり心配なところですね、はい、今年関東のチームが調子いいっていうのは確かにありますね、はい、あれ、大丈夫ですか、今なんか美人AD が自滅していて、大丈夫ですか、はい、はい、はい、じゃあポイント1、じゃあここの、ここに行きましょうか、じゃん、いけるかな、はい、ポイント1、4月18日横浜 F マリノス戦での勝利ということで、はい、まあ、これはこの試合がすごい大事っていうことですか。そうですね、はい、まあ、というのも、はい、ここまで勝ち上げてるのが昇格チームだけなんですよ、はい、3試合勝利してますけども、はい、湘南戦と山形戦と松本戦、はい、あ、いや、確かにそうなんですよね、そうなんですよ、勝った相手って全員去年 J2 っていう、そうなんですよ、うん、で、まあ、そこで勝ち切ってるというのも、まあ、もちろん大きいんですけど、はいはい、まあ、結構この次のホーム、うん、ホームに強豪を迎えて、うん、勝ち点3取れるか、うん、っていうのが、まあ、試金石になるんじゃないかなという、なるほど、気はしてますね、いわゆる、強豪と戦った時は、前節の川崎戦も、はい、引き分けですし、はい、その前の引き分けはどこで引く、ガンバ相手にも引き分けて、ね、はい、強豪相手には実は勝っていないと、そうです、ね、いうことがあって、でじゃあ、まあ、J2 から上がってきたところからしか勝ってないんだけども、うん、このマリノス戦で勝てば、はい、今こう首位でいる自信がさらに、そうですね、まあ、はい、チームプレイヤーとしてもなんかこう、うん、たまたま今首位にいるわけじゃないんだっていう、うん、まあ、強豪に勝って、うん、まあ、我々の力で首位にいるんだみたいな自信にもなるんじゃないかなというのは、そう、ね、なるほど、確かにそうですね、だここで勝てば確固たる自信がつき、もっと乗っていけるんじゃないかと、そうですね、はい、でさらに本当に今マリノス、強いですからね、はい、はい、なので、まあ、練習に俊介が合流したっていう話もありますが、まあ、でもどうなんだろう、この試合でフルで出てくるってことはなさそうですけども、まあ、そうですね、まあ、でもその好調の、マリノス相手に勝てれば、はい、まあ、このままいけるポイントになるんじゃないかと、なるかもしれないなと、一方でその、はい、強豪に引き分けてるっていう話ありましたけど、はい、まあ、引き分け勝ち点ゼロじゃなく1を持ち帰ってきてるっていうのはすごく大きいと思っていて、まあ、その勝ち切らなきゃいけない相手に勝ち切って、うん、勝ち点1をもぎ取りたい相手にもぎ取れてるっていう中で、なるほど、まあ、ホーム勝利っていうのが加われば、うん、だいぶ勢いもガッといけるかなと。確かに僕思うんですけど、優勝するチームってこの前の川崎戦みたいに終盤でやっぱり、はいはい、1点取って勝ち点1拾うとか、うん、
まあ大きいですよね。そういうことがやっぱできるチームっていうのが優勝できるチームなのかなっていう気がしますよね、はいはい、特にあれ強豪相手にあそこでこう勝ち点1拾えるっていうところは、ね、はい、川崎戦なんていうのはもうそれの最たる例というか、うん、まあ、内容では結構もう圧倒されてたって言っちゃっていいと思うんですけど、それでも最後にこうズラタンの頭で追いついた勝ち点1に持って帰るっていう、轟き鬼門だったので、はい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 、そういう意味ではすごく大きい勝ち点1だったんじゃないかなと思います。浦和にとっては確かに轟き結構データ的にも良くないんですよね。良くないんですよ。あの二者制喧嘩で一度も勝ってないん、はい、いや一度も勝ってないですね、はい、なるほど、まああれのままそうですね、負けてたらちょっとまたやっぱり鬼門でつまずいちゃったねってなっちゃったと思うんですけど、まあギリギリ追いついて、なるほど、波はちょっとまたグッと来てるかなっていうのはありますね。なるほど、はい、ということで一つ目のポイントは、次節横浜 F マリノス戦で勝利ということで、じゃあポイント2つ目を書いてもらってもいいですか。はい、はい、ポイント2つ目はちょっとお待ちください、ね、ちょっとお待ちください。はい、ちなみに今日はマーフィーが、はい、当然来ますそして、浦和特集やっておりますので、また浦和、関連の、グッズになりますね。はい、そうですね、なります。はい、では、ポイント2、そろそろいけるかな。はい、はい、ポイント2はこちらです。じゃん、ポイント2、うん、攻撃陣の奮起、はい、はい、ということですが、これ確かに僕も、見てて裏今年気になってるんですけども、はい、フォワード点取ってないですよね。取ってないんですよ。全然取っていないんですよ。はい、もう今、まあ、この間川崎戦でズラタンが移籍後初ゴール決めましたけど、はいはい、他で言うともう興梠ぐらいしか、はい、うん、まあ、湘南戦の先制ですかね、はい、で取ったきりで、あともう後ろの選手ばっかりが、まあ、点を取ってるんで、はい、ちょっといろいろターンオーバーして、うん、ごちゃごちゃ前線、まあ、顔ぶれがすごい変わっちゃってるんで、まあ、そこも影響はしてると思うんですけど、ちょっと攻撃陣が、うん、まあ、ちょっとまだ本領発揮できてないっていうところを考えると、まあ、逆に言うとそれでもまあ首位に立ってるわけなんで、攻撃陣がこう爆発すれば、まあ、さらにドドンといけるんじゃないかな。確かに、まあ、逆に考えるとフォワードが点取れないでもこれだけ勝てるっていうところがありますよね、はい、まあ、そこはしぶとく勝ってる、勝ち点積み重ねてるっていうのはポジティブなので、あとはもう、まあ、ズラタンなり興梠選手なりがドカンとくれば、うん、まあ、あと高木選手なんか、ね、あ、そうですね、高木選手もまだちょっとフィットしきれてない感じはしますけど、うん、ポテンシャルはやっぱりあるので、うん、その辺がもうグイグイいければ、うん、もう、まあ、やっぱファーストステージ短期決戦なんで、はい、トントントンっていっちゃうんじゃないかな。なるほど、はい、心配なのはやはり、石原選手の怪我と興梠選手の怪我ですね。ちょっと石原選手は、まあ、靭帯損傷みたいなニュース出てましたけど、はいはい、まあ、確かに痛手はかなり痛手だと思いますね。なんか本当に興梠選手のいなかった穴は本当しっかり埋めてくれてたっていう感じの中で、その穴を埋めてくれていた石原選手までも離脱というところと、あと、皆さんがかなり気になっているのがリー選手はどうなってるんですかっていう。リーダダナリ選手、はい、どうなっている。そうですね、ちょっとまだなんか、うん、まあ、なんですかね、前線のやっぱり、はい、その先ほどもちょっと言ったんですけど、はい、前線のトライアングルとか、はい、まあ、両ウィングバックとか、はい、まあ、その攻撃の選手が、うん、まあ、過去、まあ、ゼロックス間から数えて10試合で、はい、トライアングル、はい、一度も同じトライアングルやってないんですよその連携とか全部バラバラなんですよ。全部バラバラなんですよ、浦和今年。そうなんですよ、考えると。なるほど、まあ、D 選手に限らずまだちょっと連携的にこう構築しきれてないのかなっていうのがありますね。じゃあ、まあ、よく言えば、いろんなバリエーションがあるけども、悪く言えばこれといったものもないというような、はい、そうです、まあ、多分それも興梠選手の怪我が、うん、まあ、影響していると思う、なるほど、ね、思うんですけど、そうですね、まあ、これなんで連携がどんどん深まっていけば伸びしろとしてはもう十分あると思うんで、そうですね、まあ、リー・タダナリ選手に限らずまだちょっと連携不足っていうのはありますね。構築しきれてないのに1位ってコメントできてますが、はい、まあ、そういう意味ではまだこれから伸びるところがあると、はい、それでもまだ1位ということですね。はい、それでは、3つ目のポイントいきましょうか。はい、3つ目のポイント、
たけしテンション上げろってきてますよ。たけし、たけしはあれですよね、国さんに次ぐ声の小ささを持ってますね。あ、本当ですか。はい、同じアーセナルファンの国さん。はい、あ、国さんもアーセナルファン。そうなんですよ。たけしの声がちょっと小さいんじゃなかろうかと。まあ、でもマイクで拾ってくれてるんで、僕がこの有線でちょっと外し、遠くして、はい、たけしはピンマイクでちょうどいいって感じですね。たけ、はい、もういきなりたけし、たけし呼ばわり定着する感じですか、はい、これ。まあまあまあいいんですか。はい。じゃあ、ポイント3つ目はこちらです。はい、じゃん。ポイント3、ACL とのバランスということですが、はい、これ、どういうことですか。これはですね、はい、まあ、ACL と両立して今戦っていて、うん、はい、まあ、だいぶ苦戦してますよね。うん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 、で、まあ、ぶっちゃけたところ結構、うん、なかなか厳しい状況に、まあ、もう終わってる。今コメントでも、もう終わってるじゃん、終わってるよ、そうそうそう、ACL 終わったっていう、今厳しいコメントが来ております。はい、それを言わないように言わないようにしてたんですけど、はいはい、まあまあそういうことですよね。うん、で、なかなか。まあほら、はい、ゼロじゃない時点で終わったという言い方は、はい、まあそうですね、ちょっとね。よろしくない、はい。僕らとしてもしたくない。はい、うん、まだ可能性はあるんで。一応ね、可能性は残っているが。はい、で、はい、次が、ごめんなさい、どこでしたっけ。スウォンですね。はい。で、やって、最後にブリスベン、アウェイでやって終わる、はいはい、まあ、日程なんですけど、はい、まあ仮にまあまあそれで消化試合とかになっちゃったとしても、うん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 、まあアウェイブリスベンで終えて、うん、それでまあ、うん、もし仮に敗退してしまったとしても、うん、その流れを、うん、まあ、悪い流れを、うん、まあ、リーグに引きずらないというか、うん、まあ、G リーグに引きずらないので、あの切り替えてやれるかどうかっていうのは大きいんじゃないかなっていう、やっぱスポーツっていうのは切り替えだと思うんですけども、そうです、ね、ポジティブに捉えて、もう僕ら、はい、まあ、だから ACL が負けた時にはもう僕らは ACL も別に諦めましたから、うん、まあ、もうダメだったら全然問題ないですからって、はい、いかに開き直ってリーグ戦の方に集中できるかというところですね、はい、なんかやっぱ一つのきっかけでこうチーム変わっちゃうことって多分、まあ、あると思うので、うんうん、ACL でこう、まあ、ダメだったねってなっちゃった時に、うん、パッと切り替えて J リーグで、まあ、これまで通りの力を発揮できれば、うん、まあ、いけるんじゃないかなっていう感じはします、ね、なるほど、はい、すでにもう切り替えてるんじゃないのっていう、まあその考え方もありますけどありますけど、まあ可能性はやっぱりあるんで、はい、選手としても、うんうんうん、まあもう諦めてるよっていう選手は多分いないと思うんで、そ、次のスタメンがどうなるかっていう、それはあるかもしれないです、ね、ところはちょっと見どころかもしれないですね、はい、監督のメッセージ的に、うん、まあ、どうなのかっていうところはあるかもしれないです、うんうんうん、次のスタメンがやっぱりちょっとこうリーグ戦のメンバーとガラッと変わってきたりすると、うん、割り切ってきてるのかなかもしれない、ね、まあ、割り切ったっていう監督のメッセージですよね、はい、それは、はい、まあ、それも大切なことではあると思うんで、確かにそれでだってファーストステージ取れたらね、まあ、まあそれはそれで、はい、タイトルですからね、タイトルですから、はいはい、それでは、4つ目の最後のポイントを書いていただきましょう、はい、今日も、ちょっと舞台袖でのマーフィーの準備がこうかまびすしいというか入念な感じですね、はい、入念な感じが、はい、ちなみに、今日は浦和、レッズの、関連グッズを、ご紹介する予定となっております。はい、では、はい、4つ目のポイントこちらです。じゃーん、はい、ポイント、関根選手の成長ということで、はい、はい、こちら、僕も関根選手、大注目してます。あ、本当ですか。はい、やっぱ優勝するには関根選手の力必要と、はい、力必要だと思いますね、うんうんうん、僕もまあ個人的にすごい注目してるというか、はい、期待してる選手なので、彼の力は優勝には結構不可欠。はい、なんじゃないかなと思ってます。どんなポイントで彼の力は不可欠？ですね、まあ、松本戦の時に、はいはい、監督、まあ、西田が、うん、試合後に、まあ、言っていたんですけど、うん、はい、まあ、松本みたいに、まあ、ちょっと引いて守るチームに対して、はい、うん、まあ、裏がこう勝ち点をこう3を取っていくためには、うんうんうん、まあ、個の力でこう相手の守備陣にほころびを作って、はい、まあ、そうしないと勝てない、うんうんうん、勝ち点3取れないっていう話をまあしてたんですね、うんうんうん、でその子の力っていうのが、うん、まあ、その子の力っていうのをずっと90分間通して、はい、まあ、体現してたのが関根かなと、うん、なるほど、まあ、あの試合関根は本当に出来が良かったので、うん、もうそうですね、キレキレでしたもんね、キレキレだったんで、はい、で、そうですね、まあ、ああいう
引いてくる相手、なかなか崩すのが難しい相手っていう時に、うんはい、関根みたいなああいうプレイヤーがこう引っ掛け回して、うんうん、あの守備陣にほころび作って、うんっていうことが、まあ、すごく重要になってくるかな。なるほど。特にあの今のところでも強豪相手とは引きは、はい、しっかり引き上げて、はい、勝ち点取れるところから3取る、はい、つまりそう相手が引いてきたところでも勝ち点取るみたいな時には、はいね、まさに関根選手みたいな、はい、あの選手が、まあ、ここで打開していくことが、はい 重要になってくると、はいその引き分けで終わっちゃいそうな試合を勝ちにするっていう、うんうん、結構キープレイヤーなのかなっていう。なるほど。気はしますね。ただ一方で課題もありますよね。やっぱり守備面、そうですね、課題なんじゃないかなと思いますが、まあ、その辺がちょっと露出しちゃったのが川崎戦でして、はいうんまあ、車屋選手にぶち抜かれ、うんはい、あの深くえぐられ、うん、マイナスに出され、うん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 、点取られちゃったんで、はいまあ、彼もそれはすごくへこんでたみたいですけど、そこはまあ改善の余地はもちろんあるなと思いますね。やっぱりあれですね、ちょっと裏はこうひなんていうんですか、受けに回って割り切ったサッカーしようと思った時に、うん、関根選手がピッチにいると、はい、ちょっとそこ疲れる感じはこの前の川崎戦ではありましたよ ね、まあ、ありますね。やっぱりフィジカル的にこう恵まれたタイプではないというか、うんまあ、身長も体重もね、はい、小さいですし、はいうんまあ、フィジカル的に強い選手と当たっちゃうと、はいまあ、結構バチンってなっちゃうことはまああるにはあるんで、うんまあ、その辺はちょっと他の選手と連動しながら頑張って守備、うんなるほどね、耐え切って、はいはいまあ、攻撃に転じた時に、うんまあ、関根選手の持ち味がまあ発揮できればまあいいのかなと。確かに谷口選手にそのあごめんなさい、車屋選手にこの前の試合で抜かれたシーンなんていうのもやっぱりあそこねちょっと体当てに行けてたら違ったのにやっぱ当てに行けないっていうところは、ね、ちょっと手でこう制する感じで、はい、だけでしたもんね。体なんか入れられなかったんで、うんはいまあ、あれはちょっと本人も悔しがってます。なるほどね。でもだから一方ででもその先ほど話にもありましたが、はい、チームとしてじゃあそのドリブル突破されてどうカバーリングするのみたいなのも約束とかできていたりすると、うんはいはい、ちょっと違うのかなっていうのも僕は思うんですけど ね、うん、どうなんですかね。当然もちろんあるとは思うんですけど、うん、その選手も監督も、はいまあ、関根選手のそういう、まあうん、長けてるところと、はい、まだ足りてないところとみたいなところは冷静に見てると思うので話としては絶対まあ、あると思うんですけど、ねはいうん、僕も本当思い入れのある選手でこの番組でも何度か言ったことあるんですけども あれですね、関根選手のリーグ戦のデビューは無観客試合だったんですよ。あそうなんですよ、はいはい、で無観客試合でデビューしたっていう特殊な経歴を持ってるのが関根選手と、はいいうことで、まあ、その時僕ミックスオンで取材させてもらって、はいまあ、やっぱその時も僕もちょっと全然初めて喋ったのに、はいその時から課題守備ですよねってちょっと読んでみたんですよ。ああ、はいはい、そしたらやっぱ本人もすごい理解していて自覚はしてますよね。そうですね、やっぱ自覚は、はい、していますよね、うんはい、まあでもそこでもやっぱレギュラー勝ち取るためにはそこもやっていかないと、はい、まあそうですね結構コメント欄にいやでも関根は攻撃の選手だからって来てますけども、うんまあ、攻撃の選手だから守備しなくてもいいと、うんいうわけでもないですからね。今のポジションでやる以上は。そうですね。まあ、松本戦の時も、うんはい、ミックスでおっしゃってましたけど、うんまあ、松本戦がなぜ出来が良かったかというと、うん、守備に回る時間が少なかったから。うん、で、まあ、ご自身もそうおっしゃってて、まあ、確かにそれはあるんですよね。うん、そのやっぱり守備に回っちゃうと、はい、後半ここぞっていう時に攻撃に転じられなかったりするんで、うんまあ、その辺はチームで、うん、関根はもう攻撃の選手っていうところで割り切って、うんまあ、チームでカバーしながら。そうですね。っていう感じができたらいいんじゃないかな。なるほど。だから僕ねシャドウなんかも面白いかなっていう気もするんですけどね。そうですね。シャドウ確かに、うん、あんだけツーシャドウ、はい、いろんな選手試してるんで、まあ、関根選手やってみるっていうのもではあるかもしれないですね。ねですよね、はい。そこちょっと見てみたいなっていう感じもしますが、うん、はい。じゃあ、浦和特集、そう元々シャドウそうなんですよね。元々そこの部分でずっとプレーしてた選手なんで。はい。できるっちゃできますよね。できると思います、うん、はい、では、そろそろすみません特集のまとめに、入らさせていただきたいと思うんですが、はい、ではまあ、じゃあこの4つのポイントが優勝するために大事ということなんですが、はい関さんどれぐらいの今パーセンテージ浦和が優勝できると難しいですね、うん、この4つのポイントを逆に言うと何パーセントの確率で達成できるのかと、ですね、いうところだと思うんですが正直に言うと、はい、現時点では五分五分。五分五分。五割。五割。はい。で、
まあ、ずるい言い方ですね、これ一番。ね、はい、で、まあ、最初のポイントで挙げたあのマリノス戦、うん、まあ、今週末の試合で勝ち点3取れば、はいはい、一気に6割7割5分ぐらいですかね。6割5分ぐらいまでいくんじゃないかと、はい、いけるんじゃないかなっていう気はしてます。なるほど、はいはい、ちょっと浦和が優勝すると思うアンケート取ってみましょうか。じゃあ最後に。そうですね、ちょっと怖いですけどね、はい、怖いですけど、はい、で30が多いな、これ 30% っていうのはすごい多いですね。はい、浦和ファーストステージ優勝できると思う、ファーストステージだけです、年間じゃなくて、ファーストステージです、ファーストステージです、総優勝じゃないです、ファーストステージ優勝できると思う、という人、が1、そうじゃないという人が2。はい、じゃあ結果出ますでしょうか。あら、おっとだいぶ厳しい、はい、これはでも浦和サポーターじゃない人も多く見てると思いますので、まあまあまあ、そうですね、しないでくれっていう思いもね、まあ、乗りつつも、はい、乗りつつも、まあこんな感じですね、まあまあまあ、はい、27.4% ということです。はい、はい、ということで本日の特集は、浦和が優勝するための4つのポイント、ということでした、ありがとうございました。